日本一の寿司職人がいると評判の店がある。横浜館内にのれんを掲げる二郎横浜店。珠玉の握りを求めて地元はもとより全国から遠来の客が押し寄せる。天下の名店すき家橋二郎で長年修行を積んだご主人水谷八郎さん。その寿司はもはや芸術品の域。中でも格別のこだわりを持つのがマグロである。まあ、マグロの良し悪しではその寿司屋の格が決まっちゃうようなとこありますからね。だから無理をしてでもいいマグロを。寿司屋の看板とさえ言うマグロ。仕入れ先はもちろん築地市場。最高のマグロを求めて雨の日も風の日も労を惜しまず横浜から築地へ足を運ぶ。向かった先は近海ものの最高級本マグロを扱う仲卸藤田水産。だが店頭には商品がない。それどころか仲買人の藤田さん、この日は競りにすら加わらなかったという。一体どういうことなのか。気に入らないものは置かないってのはうちのスタイルだな。一切の妥協を許さないその姿勢が支持を集め、今や高級店の信頼を勝ち取る特別な存在になっている。まあ今日は我慢して。どうもありがとうございます。究極の味を追い求める男と男、互いに響き合うものがある。信頼していればこそ手ぶらで引き上げる主人。翌朝、築地市場には数多くの本マグロが並んだ。その中には大間産の一本釣りマグロも。その一本一本を慎重に目利きする藤田さん。色、香り、脂、大きさ、幾多のチェック項目。己の目利きを信じてくれる名店のため全身全霊を傾ける。今日は競りにも参加。ここが男の勝負どころ。果たして藤田さん、目当てのマグロを競り落とすことができただろうか。今日の魚はいい。もうこの時期になると釣りが減ってくるんだけど、今年は特に少ないから。最高の一本を見事ものにした。日本一のマグロが手に入れば日本一の職人が燃えないわけはない。昨日諦めた分だけ今日の喜びも大きい。仕入れたマグロに大間の印が。きめ細やかな美しい身にたっぷり乗った上質の脂。厚みが全然違うんですよ。この腹のこの辺の厚みが、手触りもいいし、きめは細かいし、理想的な大きさですね。この時期はやっぱり大間が一番ですね。苦しむがごとくそのマグロに包丁を入れていく。包丁の滑りで伝わる比類なき質の良さ。大トロと中トロ、いずれ劣らぬ豊かな津軽の海からの贈り物。まずは大トロから。職人の華麗な握りの技で日本一のマグロが日本一の寿司に。芳醇な味わいと口の中でとろける食感、これぞ食の桃源郷。大トロになるともう寿司のは断然うまいです。程よく脂の乗った中トロ、これもご主人が好きな握りの一つ。美味しいマグロが入ったと聞けば何を置いても馳せ参じる常連たち。一口食べる端から笑顔の輪が広がっている。甘いね。大間のマグロだね、絶品ってこのことだね。そこに押し寄せる本物だけの感動。